オハイオはテキサス石油会社が建造した石油タンカーである。オハイオは建造当時世界最大級のタンカーであった。第二次世界大戦中、オハイオは連合軍の求めによって法以下にあった重要拠点であるマルタ島への補給任務に従事した。オハイオは1942年8月にマルタ島への輸送船団のうち最も過烈かつ激しい。 戦いの一つであったペデスタル作戦で主要な役割を果たした。オハイオは多大な損害を受けつつも、奇跡的にマルタ島へたどり着くことができたが、積み荷の石油を効果的に組み出すため自沈する必要があった船体の損傷は大きく、二度と後悔に復帰することはなかった。オハイオは今日、苦境にあったマルタ島の救世主とみなされ、敬愛の情を込めて記憶されている。 浸水前に第190番船という名前で建造されていたオハイオは選手の求める大きな火ユ搭載能力と船員の求める速度、復元性等を高度にまとめ上げた優秀船であるとみなされていた。その選手はスクーナーのように曲線を描きながら伸び、かつてのアメリカのクリッパーを彷彿とさせるものであった。第190番船はまた ナチスドイツの再軍備と大日本帝国の軍事的身長という国外の脅威の影響を受けてもいた。設計にあたって飛行式ながらアメリカ軍と石油担当局長との間で調整が行われ、船の使用は9263トン、全長515フィート、海油搭載量17万バーレルと決定された。これは船体規模でも海油搭載量のいずれでも、 それまでに建造されたタンカーを上回る大型船であった。そして第190番船は7ヶ月と15日間という非常な短期間で竣航に至った。第190番船のウェスティングハウス製蒸気タービンは毎分90回転で9000軸馬力を発揮し最大16ノットを出すことができた。第190番船は一軸船で当時世界最速のタンカーであると 見なされていた。第190番船の船体は複合的な構造で作られていた。当時、欧米では数年間にわたってリベット接合と溶接接合の優劣が議論されていた。第190番船は船底外班と甲板部に溶接を導入し、構造的信頼性を高めた。また、骨材も縦骨式構造と横骨式構造の複合式を採用し、 連続した縦通角壁と多数の横角壁によって21個のカユタンクを設けたことで、船体に大きな強度を持たせることができたことも大きな特徴であった。その他機器類についても一般のタンカーには積まれない高度なものが装備されていた。浸水したオハイオ。1940年4月20日撮影。第190番線の浸水は悪天候のために、 当初の予定から1日遅れ、これは迷信深い溶接工や、後半接断工といった、作業員に不安を生んだ。しかし、第190番船は彼らに見守られながら、翌日の1940年4月20日に、ペンシルバニア州チェスターのサンシップビルディングドックヤードカンパニーで浸水した。第190番船の浸水は、テキサコ社長、 ウィリアム・スターリング・サリバント・ロジャースの母である、フロレンス・イ、e、ー・ロジャース夫人の手により行われた。彼女によって、シャンパンのボトールが割られ、命名の言葉が告げられた。本船をおはよと命名します。本船及び本船と共に後悔する人々に、神のご加護のあらんことを、幸運を祈ります。おはよという名前を得た第190番船は、第2滑走台を滑り降り、 デラウェア側に浸水した。収益後のオハイオは、最初の数年間、取り立てて何も起こることなく、テキサス州ポートアーサーや、その他様々なアメリカの港を往復した。この間、オハイオは、ニュージャージー州、米4からポートアーサーへの航海で1882マイルを4日間と12時間、平均17ノット以上で航行する記録を立てている。1942年当時、 イギリスは地中海で戦争の最中であり北アフリカにおいてドイツアフリカ軍団とイタリア軍に対し交戦中であった。そしてこの戦いを遂行するにあたって不可欠だったのは数軸軍の補給路の真ん中に位置するマルタ島の存在であった。マルタ島へ十分な軍事品、航空機、燃料が補給されている限り北アフリカのドイツ軍とイタリア軍に 大きな物資不足を強いることができていた。しかし1941年12月以降、補給上の脅威であるマルタ島を無力化すべく、ドイツ空軍が連日猛爆撃を加えた。1942年2月に約1000トン、3月に約2000トンを超える爆弾がマルタ島に投下された。3月と4月には、バトルオブブリデンで1940年の1年間に、 ロンドンへ投下された量の2倍の爆弾がマルタ島へ落とされた。1942年1月1日から7月24日までの間で爆撃がなかった日はわずかに1日しかなく、マルタ島の形成能力は火を追うことに弱まっていった。数軸軍の攻撃が一時的に弱まった間をついて、軍需品と航空機の補給が行われた。例えば、島の防衛のために、 洋上の空母から、ホーカーハリケーンや、スーパーマリンスピットファイア戦闘機を発艦させて、マルタ島へ補給する作戦などが行われたが、食料や燃料など、その他物資は極度の不足をきたしていた。マルタ島の食料自給率は低く、補給がほとんど途絶えてからは、食料品の配給量が健康維持に必要な最低量すら下回ったため、 栄養失調に陥ったり腸地不スに罹患するものも発生した。食料以外にも燃料、水、日用品、思考品、医療品といったあらゆる物品が急貌していた。マルタ島の位置。イタリアから出港して北アフリカへ向かう数軸軍補給船団の航路の中間にあった。それまで行われたマルタ島への補給作戦はそのほとんどが失敗に終わっていた。 例えば、ハープーン作戦やビガラス作戦は、空と海からの攻撃によって、商船の多くが沈められ、護衛艦艇も被害を受けていた。特に、ハープーン作戦で失われた船の中には、オハイオの姉妹船ケンタッキーもいた。ケンタッキーは、ドイツ空軍の空襲で航行不能になり、放棄に至ったものである。放棄されたケンタッキーは、最終的に、 イタリア海軍の軽巡洋艦、ライモンド・モンテク・コリとエウジュニオ・ディ・サボヤ、駆逐艦2隻によって撃沈された。ハープーン作戦とビガラス作戦失敗後の1942年6月18日、地中海艦隊司令長官は、ウィンストン・チャーチル首相に対し、これ以上マルタ島へ補給船団を送ることに対する疑問の電報を送った。だが、マルタ総督、 ジョン・ベレカーから物資不足によりマルタ島が降伏を余儀なくされるのは9月であるという予想が報告され議論の末にチャーチル首相と国防委員会は最後のマルタ島向け輸送船団の派遣を決めたそれから3日後ノルウェーのオスロ出身のセベレピーターセン船長の下でオハヨはクライド川川口まで航海していた1942年5月初めに ピーターセン船長は、テキサス州ガルベストンへオハイオを移動させるようにという、無線連絡を受け取った。そして、オハイオには船尾に5インチ炭素兵舎砲1機、船首に3インチ炭素広角砲が搭載された。その後、オハイオは、テキサス州ヒューストンのシンクレアターミナルへ移動し、10万3576バーレルのガソリンを積み込んだ後で5月25日に、イギリスへ向けて出港した。 おはようは、スコットランドのボーリングで、にあげ後、沖合に出て闘病し、指示を待った。ここで、ピーターセン船長は、イギリス軍事輸送省長官フレデリック・リーザーから、船長への個人的な招待状を受け取った。同日、テキサコ本社は、戦時輸送本部からおはようを徴用すると通告を受けた。それを受けて、テキサコの船舶部長、ティーブ・キャナンは、 オハイオに現在位置から移動しないように命じた。英米両国間の協議の後、2週間後に、オハイオをイギリス軍事輸送省とテキサコロンドン代理店の職員が訪れて、オハイオのイギリス人船員への引き渡しを通告した。ピーター船船長やアメリカ人船員は、不満を感じたものの従うほかなく、荷物をまとめて船をイギリス人船員に引き渡した。 彼らは知らなかったが、1942年1月以降、イギリス政府は、アメリカ政府との間で、マルタ島への補給船団のために、大型、高速の石油タンカーを提供してくれるよう、交渉していた。大量の石油を積載しつつ、敵の攻撃を避けるために、イギリス商船隊が保有する、いかなるタンカーよりも速い16ノットで航行できる、性能が求められていた。 前年のジワン攻撃以降、日本との間で太平洋戦争に突入していたアメリカにとっても貴重な大型タンカーをイギリス側に引き渡すことについてはアメリカ海軍などから強い反対を受けた。しかしながら、同年4月までにイギリス側は2隻の大型タンカーの提供を受けるという承諾をアメリカ側から取り付けることに成功した。そしてその2隻こそ、 前述のケンタッキーそして、オハヨだったのである。新たに、オハヨの船長に任命されたダドリー・メイソン。7月10日、ピーターセン船長は、何の公式な式典も行為もなしに、オハヨを引き渡した。前夜に、アメリカからイギリスへと船籍を移されていたオハヨは、アメリカの商船機が降ろされ、代わって赤雑巾のあだ名を持つイギリス商船機が掲げられた。 運行にあたって7月25日にオハヨは便宜上、イーグルオイルシッピングカンパニーに引き渡された。同社は軍事輸送省からオハヨが船団運行に重要であり、それにあたっては乗員の勇気と素質によるところが大きい旨を告げられた。オハヨの運行要員が集められるにつれてオハヨが参加する船団が大規模なものであることが明らかになっていった。オハヨの船長には 建造中の他船の船長になる予定を急遽、変更されたダドリー・メイソンが、機関長には、ジミー・ワイルドが任命された。オハイオが、イギリス船籍になって48時間後、新たな乗員が編成を完結した。任務の重要性から、乗員はいずれもイーグル社船体で、経験豊富なものが選抜され、乗員77名のうち24名は、陸軍。 海軍から派遣されたミサオ砲要員であった。オハイオは、その後グラス号のキング・ジョージ5世ドックへ移動し、煙突後部に防法室 40mm 単装機関砲1門、また各所にエリコン 20mm 単装機銃6門が増設され、従来からの美砲と合わせて、タンカーとしては異例の重武装となった。出撃前の作戦会議後、直接護衛部隊司令官、 ハロルド・バロー少将と握手を交わすオハイオのメイソン船長。1942年6月半ばにハープンビガラス両作戦が失敗に終わった後、マルタ島は新たな船団が到着するまでの間、両作戦で届けられた不十分な物資と潜水艦や高速の不設巡洋艦、ウェルシュマンとマンクスマンによる小規模な輸送に頼らざるを得なかった。 夜に月が出ている明るい期間に地中海で船団を護衛することは大きな損害を避けられないと考えられた。直近の7月もしくは8月で月が出ないのは10日から16日までの短い期間であったが7月はオハイオの改装がまだ完了していなかった。そのため作戦開始は8月に決まった。オハイオはダングラスへクライド川を降り11,500トンの ケロシンとディーゼル燃料を積載した。オハイオは、船団の中で、マルタ島が生き残るのに必要な燃料を運ぶことができる唯一のタンカーであった。先の船団において、ケンタッキーが資金弾の衝撃によって、蒸気配管が破断し、わずか数時間で修理できる規模であったにもかかわらず放棄に至った教訓から、オハイオには、 資金弾の衝撃を和らげるための干渉剤や補強剤を取り付ける回収が行われた。二度と同様の事態を起こしてはならないという軍事輸送省の決定によってオハイオの手記はゴムの台座に据えられたほか全蒸気配管が構成スプリングと木の角材で支えられた。クライド側に戦団の商船が集結する間にイギリス海軍の護衛艦艇はすでにスカパフローへ集まっていた。 司令官であるエドワード・サイフレット提督は7月27日に帰還船艦ネルソンへ上艦し、8月2日には船団の合同会議を実施した。同日、全関係者の休暇が取りやめられ、日没2時間前の午後8時に輸送船団 WS21S は出航した。軽巡洋艦ナイジェリアに引きられたオハヨを含む14隻の商船が人形を整え、 外海に出た頃には、完全に暗くなっていた。戦団は濃い霧の中、8月9日に、ジブラルタルを出撃した。翌日、ドイツ海軍の有望というマイナス73から、発射された4本の魚雷を受けて、空母イーグルが撃沈され、260名が戦死、搭載されていた、艦上機4機すべても失われた。この日、ドイツ空軍の爆撃機が戦団を襲った。 8月12日、20機の18、18が船団を襲ったのを皮切りに、ドイツ空軍とイタリア空軍の約100機が船団の商船を攻撃した。オハイオにアクスムからの魚雷が命中した瞬間を捉えた写真。オハイオにはイタリア海軍の潜水艦アクスムから発射された魚雷が命中し火災が発生した。オハイオは船体中央部に被弾し、マストよりも高く、 炎が立ち上った。この時点でオハイオは対応不能であると思われ、メイソン船長は機関停止と全乾板員の乾板消火線を用いた消火活動を命じた。破損したタンクから火のついたケロシンが漏出し、火災現場から30メートルにわたって乾板場を広がった。それでも火災は何とか消し止められ、オハイオは修理後に13ノットで航行を再開した。 爆発によって、オハイオのジャイルコンパスは破壊され、磁気コンパスもベアリングが外れてしまっていた。ソーダ装置も故障したために、乗員は、船尾の応急ソーダ装置でソーダを行わなければ、ならなかった。魚雷の命中によって、オハイオの左舷中央部ポンプ室には8、9メートルの穴が開き、爆風は右舷にも小さな穴を開けて、浸水を生じていた。壁には、 亀裂型数生じて隣接するタンクからケロシンが船体内に流入しており、甲板にも船体内を覗くことができるほどの破口が生じていた。オハイオの左右両玄関の甲板は折れ曲がってはいた。ものの、船体はまだ折れずに繋がっていた。さらに攻撃の手は緩むことなく、60機の八8 7級高架爆撃機がオハイオを狙った。パンテレリーア島に差し掛かる頃には、 オハイオは多数の資金弾を受けていた。資金弾によって巻き上げられた海水が大量にオハイオの甲板に降り注ぎ、敵機から機銃装射が加えられた。一発の資金弾がオハイオの外反に穴をうがち、全部タンクを冠水させた。またこれによって選手の三ンチ高格砲は、砲座が変形したため使用不能になった。 続いて18、18、20機が編隊を組んで前方から向かってきたが、これらは、オハイオの対空砲火によって妨害されて爆弾は全て外れた。しかし2発が、オハイオの上限で、資金弾となり、ただでさえ傷んだ船体を持ち上げて海面に叩きつけた。その後、オハイオを爆撃しようとした18、17のうちの1機が、オハイオの機銃によって撃墜されたが、 機体はそのままオハイオの船橋周辺全部に翼の半分を激突させて爆発し、戦場に破片をばらまいていった。その187が搭載していた爆弾が機体から外れたが、幸運にも不発であった。メイソン船長は、館内電話によって、船尾の主任士官から187が海に突っ込み、それから船に跳ね返ってきたと報告を受けた。だが、メイソン船長は、 幾分素っけなく答えた。ああ、そんなことは何でもない。ほぼ30分間、全甲板にユンカース88がいたよオハイは接近する魚雷をゆっくりと回避しようとしていたが、そこへ2発の爆弾が両原に落下した。オハようの船体は船底が海面から出たのではないかと思われるほどに持ち上げられ、きしみながら海面へ落下した。海水と断片が大量に、 オハイオの甲板上に降り注いだ。オハイオの保安機器の一つとして特に装備されていた作動装置によって自動的にスクリューの回転数が落とされたために他の船であれば起こっていたであろうスクリューの空転による機関へのダメージは避けられた。それでも続けざまに資金弾が発生し、無限で発生した爆発によってオハイオの船体が左舷に傾いた。これによって 機関室は照明が消えて真っ暗になった。マスタースイッチが爆発の衝撃で故障を起こしていたものの電気機師が速やかにマスタースイッチと照明を復旧した。だがこの衝撃の結果、オハイオのボイラーの火が消えてしまい、燃料ポンプを作動させられるだけの蒸気圧が残っているうちにボイラーを再始動する必要があった。機関員たちは順調にボイラーの再始動を成功させ、 20分も経たずに、オハイオは16ノットで航行を再開した。ところが、再び爆撃を受けたオハイオは大きく振動し、エンジンの回転数が低下してそのまま停止してしまった。メインスイッチと電動燃料ポンプは衝撃で破損していたため、機関員はなんとか電気系統を再接続し、予備蒸気系によって機関の再始動を試みた。ボイラーの再点火に成功して、 機関室内に黒煙が満ちたものの、ほどなく油配管への水の混入や、複水器の真空が失われたことによる黒煙と白煙を吐き始め、オハイオは徐々に速力を落として10時50分に完全に停止してしまった。機関の復旧の望みはなく、オハイオの乗員は船を放棄して、援助のために寄り添っていた、駆逐艦ペンへ移乗した。さらに、駆逐艦レドバリーも駆けつけたが、 レドバリーはすぐに、イタリア海軍のマステイに来撃された、軽巡洋艦マンチェスターの捜索を命じられて、離れていった。駆逐艦ペンらに援護されるオハイオ。ペンのスウェイン艦長は、メイソン船長に対し、10インチマニラアサロープでの栄光を提案した。英作が取り付けられた後で、ペンが徐々に前進を始めたが、オハイオの船体は、左舷の波行のせいで左に振られてしまった。 二隻は全く進まず、それどころか東寄りの風によって、マルタ島と反対の方向へ流されるありさまであった。また新たな攻撃が始まったために、ペンは、対空砲火を放ちながら、左弦に旋回し、英作は切断してしまった。オハイオを狙った一機の爆撃機が、オハイオのエリコン機銃で撃墜されたが、その直前に投下された爆弾が雷撃により、開いていた穴に直撃した。 これにより、船体の箱は、さらに大きくなり、亀裂が船底にまで達したため、船体が折れる危険から午後2時に再度オハイオは、放棄された。オハイオの乗組員は、ペンに異常した。翌日、オハイオ救援のために派遣された、モーターランチ ML121 及び ML、ML168, そしてマルタ総海艇隊の総海艇ライが2隻に、加わった。再度栄光が試みられ、 おはよう栄光するペンを、台がペンの艦隊に接続した、総解策で振動を補正する工夫によって5から6、ノットで栄光に成功した。8月14日午前6時30分頃から新たな空襲が始まった。戦尾に落ちた資金弾で、火事は使用不能になり、栄作は再び切断してしまった。さらに爆弾一発が命中し、ボートデッキ前端を貫通して、 ボイラーや機関室を破壊した。幸い、ワイルド機関長以下機関員は直前に甲板上へ脱出できたため難を逃れた。船体中央部の破壊は拡大し、船体が船底まで屈曲し始めていた。さらに二度の空襲が行われ、資金弾が発生した。メイソン船長は三度目の総員体制を命じ、乗組員はモーターランチでオハイオから退去した。オハイオは 機関室と船尾部の浸水によって、後半部が垂れ下がり、前半部の浮力で何とか浮かんでいる状況であった。やがて、撃沈された小船道セットの生存者を救助した、後で追いついた、駆逐艦、ブランハムが、オハイオラの元へ合流した。ここで、ワイルド機関長、以下30名のオハイオ乗員が、機関故障を起こし機関する ML168 に、乗り先行して、マルタ島へ移動した。 ライが、オハイオの前方から栄光し、ペンが、オハイオの後方から栄作で引き支える方法で、栄光が試みられたが、この方法は、重量のあるオハイオを動かすことができず、失敗してしまった。また無理に前後から栄光すれば、外反でわずかに繋がっているだけのオハイオの船体が、折れる、危険性も考えられた。8月14日朝、今度は、 軽巡洋艦マンチェスターの沈没を知り、オハヨのもとへ、引き返してきたレドバリーと、オハヨの援助と護衛のために派遣されたライの、両艦である3隻の総海底スピーディ、イベ、ヒースが一向に合流する。浸水を下半式ポンプで排水し始めたものの、この時点で、オハヨの還元は1メートル前後まで減少していた。レドバリー、ライ、ブランハムがオハヨを6ノットで栄光し始めた。 駆逐艦ペントレドバリーに挟まれて栄光されるオハイオ。順調に栄光が進むかと思われた矢先、午前10時45分から、ドイツ空軍機による、焼夷弾の爆撃が加えられた。オハイオラにとって幸運なことに、空襲に前後して、マルタ島から発進したイギリス空軍、第229中隊と、第249中隊のスピットファイア戦闘機が、 敵機を発見して援護に駆けつけた。スピットファイアの噴戦によって爆撃機はほとんど追い払われたが、迎撃を逃れたドイツ軍機が投下した一発の500キロ爆弾が、船尾に資金弾となり、オハイオの船体が前方に押し出されて英作が外れたほか、船尾の破壊から大量の浸水が発生して栄光が中断した。敵機の脅威は去ったものの、 マルタ島から45海里の海上で再び立ち往生したオハイオの状況はさらに悪化していた。浸水はポンプでの排水が追いつかないほどに増大しており、還源は60センチメートルまで減少し、消火用の海水をバケツで直接組み上げられるほどだった。再度の検討の結果、オハイオの左右から駆逐管を接続して横滝き栄光を行い、 船体を支えつつ前進させる方法が取られることになった。この方法は上々であり、痛み切ったオハイオの船体をモノットで前進させることに成功した。作戦開始以来ほぼ不眠不休で戦闘を続けていた乗員たちの極度の疲労や英作の切断に悩まされながらも、オハイオと各艦艇の乗員、そして救助されていた沈没船の生存者らが協力して栄光が、 続けられた。駆逐艦と引き船の援助を受けながら、グランドハーバーへ入港したオハイオ。浸水のため還元がほとんど失われている。栄光されたオハイオは、マルタ島に接近し、夜には、島の沿岸放題の援護下に入った。島から来た古い外人衛船がオハイオを栄光しようとして、ペンに衝突するトラブルに見舞われながらも、一行はゆっくりと島を回りながら、 グランドハーバーに入港しようとしていた。その最中、沿岸砲台が浮上しながら接近しつつある U ボートを発見し、さらに地上のレーダーに S ボートの一団が捉えられた。沿岸砲台が単焦と勝者と砲撃によって、両者を追い払ったためオハイオラは名を逃れた。ゾンカー岬を回って航行に差し掛かるところでは、今度はイギリス側が付設した防御嫌い腹を通過しなければならなかった。 30分間にわたって、オハイオの巨体を通過させようと、悪戦苦闘した後、午前6時に、引き船が到着したことで何とか一行は、嫌い、腹の間の水路を抜けることができた。未だに駆逐艦は、オハイオを左右から挟み、前進と後進を繰り返して、航行を助け続けていた。8月15日午前8時、ついにオハイオは、マルタ島、グランドハーバーに入港を果たした。 一行は港を埋め尽くす群衆の歓声とブラスバンドが演奏するルールブリタニアに迎えられた。メイソン船長は船橋で投礼しつつももはやオハイオが沈むまで一刻の猶予もないことを理解していた。貴重な積み荷の石油が失われるのを防ぐため、直ちにオハイオの船体から荷上げ作業が開始された。協議の結果、浸水した船体のバランスを保ちながら比重差で、 速やかに石油を組み出すために、火油タンクへ海水が注入されることになった。オハイオのポンプの動力はすでに失われていたため、応急ポンプを用いて、オハイオに雪原したイギリス海軍補助艦隊、タンカーボックスオールへ石油が移されるにつれて、オハイオは浮力を失い少しずつ沈んでいった。そして、最後の石油がタンクから抜き取られるのと時を同じくして、オハイオの船体は、 完全に着定したのだった。ボックスオールによって石油が組み出されるオハイオ。8月13日に、小仙ポート、ジャルマース、ロチェスター・キャッスル、メルボルンスターの3隻が、8月14日には、選手に来撃を受けて落語後に、フランス保護領チュニジア沿岸部を独自に航行した、ブリスベンスターが、マルタ島へ入港を果たしており、最後まで残っていた、オハイオの到着をもって、 ペデスタル作戦は完了した。連合軍側は、空母イーグルを、はじめ多くの艦艇と商船を失ったが、マルタ島への補給という最大の作戦目的を達した。船団に積まれていた物資8万5千トンのうち実に5万3千トンが9隻の商船と共に海没したが、届けられた3万2千トンの物資によって、マルタ島は降伏の危機を脱することができた。 戦力を回復したマルタ島は再び数軸軍の補給路を脅かし、その優位が崩れることは二度となかった。石油輸送という大役を見事に果たしたオハヨだったが、大きく損傷した船体を修理できる設備はマルタ島にはなかった。そのため船体は二分され、倉庫として、さらにユーゴスラビア兵の兵舎として使用された。 戦後の1946年9月19日、オハイオの前半部は、マルタ島沖十0回りの地点へ栄光され、駆逐艦ビラー後の砲撃で沈められた。後半部も10月3日に、サルベージセンサルベンチャーの仕掛けた爆薬により、自沈処分された。オハイオが、グランドハーバーへ入港した8月15日は、マルタ島におけるサンタマリアの祝祭日であった。今日、8月15日は、 オハイオを含む WS21S 戦団によって、マルタ島民が救われたことを記念して祝日に指定されているほか、夏の伝統的な祝祭日期間中で最も盛大に祝われる日となっている。オハイオのメイソン船長は功績を称えられ、ジョージ・クロスを受賞した。オハイオを栄光したペンカ館長スウェイン少佐、レドバリー艦長ヒル少佐、ブランハム艦長、ベインズ大尉のサン三区畜艦長に、 ことコう勲章と賞金が授与され、他にも複数の関係者が叙勲されている。また三隻の駆逐艦には、チャーチル首相から前線検討を称す、胸の少子と戦闘名誉賞が贈られた。現在、オハイオの鮮明版、ダリン、小戦器他の備品が、マルタ島、バレッタの国立戦争博物館に保存されている。また、アレック・ギネス主演の1五十三年の、 イギリス映画、マルタ島攻防戦では、クライマックスに、オハイオの入港が描かれている。テキサコ車船体のために建造された最後の、タンカースターオハイオは、オハイオにちなみ命名された。ありがとうございます。